はい、なさそうなのでゲームをスタートします。皆さん楽しんでやりましょう。そう。なんか役狼、職をあんおまり選やびりくたくだないさ気い。分やけど。騎士がいい選な択しない場合、騎士余っがているい役職な騎が士か何な狂ので振人り分がけらいいれる。な。スイ、騎士、あ狂な人。たの役う職をーわ、狂人任やん。用者狂ス人やんイけ、これ。ちょ、やめへん。受けました。人狼にい気をつけてくださやー、い。マジ？マジ？心鬼にしよう。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。あ、はい、1番です。お願いします。1番最初ということで、まあ、特に、使用等はございません。村人陣営の普通の村人陣営のものです。急に村まだ2回目っていうのもあって、誰視点だったら誰視点が何々だったら何々になるみたいな、その白黒とかの精査つけていくっていうのを、数多くなっちゃうと結構自分苦手なので、考察とか伸びなくても伸びないかもしれないです。そこはすいませんって感じです。そうですね、印象で最初話していくのかなって思うんですけど、まあ、頑張っていきたいと思います。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番村人陣営です。役職使用は特にありません。さあ、1番さんに関しては、なんかやや緊張気味かなっていう、まあこれは声色精査になっちゃいますけどね、なんか1番さんは緊張しているなっていう印象でした。はい、まあ村か人会かあっても、まあ2周目でいいかなと思ってますね、1番さんに関しては。はい、まあ進行どう言った方がいいかな。そうですね、まあ、あんまりやり慣れてない人がいるらしいので、まあ、役に関しては、まあ、1周目から出てきてあげた方がいいかなと思ってますね。はい、っていう感じですかね。あとは思ったことを素直に言うっていう感じですかね。はい、まあ、一番さんが印象論で回るのかなっていうと言ってたんで、まあ、一番さんの印象に関しては僕はあんまり良くないなっていう感じですね。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。2番さんがね、役は1周目から出てもらった方がいいんじゃないかなって言っていたのは自分も賛成かな。ただその役って言ってるのは占い師だったり霊媒師だったりってことで、騎士は別にどう好きにすればいいんじゃないかなと思ってます。まあこれは本来だったら占いが言えばいいこととか言われるかもしれませんが、私も全然一周目って分かんないと思ってるんで、盤面すっきりしてほしいなっていう願望です。はい。で、一番さんと二番さんの印象については、二番さんはまあ、ね、いいこと言っていたっていうのはあったけども、一が緊張気味だなって言っていたところの上で、一の印象がどうのこうのってよく聞き取れなかったなっていうのが残念だったなと思ってるかな。一の印象悪いって言ったのかな。印象悪いって言ったんだったら、二番さんの印象より悪いかなっていう感じかな。1って正直印象悪いも良くもないっていう状態だと思って、完全な2周目1だからと思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営で使用ありません。まあ1番さんに関しては、まあ、まあ2周目ちょっと、まあ、できればツリーチ上げてほしいかなって思いますけど、ちょっと難しそうな感じかなって思ってます。2番さんに、あ、てかまあ、1周目から役出た方がスッキリするっていう意味で言ってたのかわかんないんですけど、まあ別に自分は2周目とかで、の最初で出てきたらそれでいいんじゃないかなって思いますけど、そうやって1番さんのためかなって思うと、2番さん3番さんってなんか1番さんにちょっと優しめかなって、どっちか1番さんの村が見えてて優しくしてるのかなっていうふうに思いましたっ
って感じですかね。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。占い乱白4番さん白でした。お箱お願いします。そうですね、1番さんは、まあ、最初の話ってか話ん最初に話す番だったんで、まだ2週目1で聞けていけたらいいかなって感じだったんですけど、2番さんが一番さんの印象が悪いって言ってたら、よくわからんかったけど、そうですね、3番さんは2番さんの印象が悪いって言ったのかな。うん、2周目もう一回聞いて、次打ち上げれてたら、いけたらいいかなって感じですね。4番さん白です。6番のプレイヤーが発言します。はい、生殺与奪の剣を他人に握らせるな。はい、レノです。レノね、あ、お願いします。そうですね、まあ2番さんは多分思ったんじゃないですかね。5番さん緊張気味っすよねって、まあまあ分かんないですよ、死んで緊張してるんかも分かんないですけど、まあ、死んでも人外でもそんなに緊張せんとも適当にやって適当に遊びましょうって感じなんですけど、でまあ印象に触れていくと、まあ、1番さんがね、まあ僕も一緒なんですよ。その人の視点に立って精査をするみたいな僕も苦手なんで、まあその点はまあまあわかるわと思うんですけど、まあ2番さんが言った通り僕も、まあ、若干緊張気味には取れたんですよね。だからまあ2番さんって別に僕は、まあそれで無駄とも思わんすけど、まあまあ、うん。2番の位置に対する精査は一緒かなと思った。で、3番さんの印象があんま良くないですかね。なんか、消しについて触れたりもしてたんでっていうことと、あと2番って1の印象悪いって言ったんが、微妙って3番さんが2番さんに言ったんがちょっと引っかかったぐらい。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。1、2、3、4は2、3があんまり印象が良くない印象を自分は持っております。理由として2番さんは1に対する精査が、村か前回かは2周目といって、思ったことを言ってほしいという進行論をお持ちなのに、1はあんまり印象が良くないと最後に言っている点が違和感を感じております。3番さん視点って2の違和感を拾うのがちょっと意味が分かんないですよね。2はいいこと言ってたんだけど、2が1に対して、2周目、印象が悪いと言っていたら、印象が悪いっていう精査が謎です。だから2番さん、3番さんはあんまりいい印象、自分は持っておりません。あと5番さんについてだが、すげえ偽っぽいって思ってますね。占い師だった場合、村云々っていう発言が出ないと思ったし、5が1に対する指摘は、例えば五郎実験の位置とかはあるんかなとかは思ったって感じかな。まあ、死んならそのまま思い切ってやってほしいですけどね。兄さんはあんま印象良くないって感じかな。8番のプレイヤーが発言します。占い三四郎です、三四郎。どうなんだろうね。自分別に1ってそこまで緊張感っていうか、1番点で、何も話すことがない人だと思ってるから、全然2周目でいいし、ね、緊張感があるから印象悪いっていう精査がよくわかんなくて、何の視点で緊張してるから印象が悪いのかって思ったから、2番に違和感を覚えてますね。それで6番も同じようなことを言ってるんで、2、6ってなんかおかしなこと言ってるなーって思いました。5番さんがどうなのかわかんないよね、うん。まあ、5番さんとはちょっと戦いにくいなという、まあ自分は思っちゃう感じなんですけど。まあ、そうだな。今のところ気になってるのは2、6っすね。9番のプレイヤーが発言します。はい、自分が本当の占い師です。7番さん、白です。発表お願いします。ではね、後8が出てるんですけど、どっちが狂人かどっちが人狼かって言われたら分かんないんですけどね。難しいけど、あとね、ただね、8番さんの変な要素を拾ってね、6って霊能で今、知覚してるのに、6がおかしいこと言ってるっていう8番さん、おかしいって思わなかったですか、皆さん。これは分かってくださいね。で、あとまあ5番さん視点のね、緊張してるっていうのは、皆さんも分かったと思うんですけど。
これ絶対、基地潜伏でお願いしますね。2グッジョブ狙えるんで、3仕様なんで。で、あと、グレーで気になったのはね、ただでもね、2っていうのは怪しい位置かなと思ったんですよ。1が緊張してるっていうのは、それ人外か、初手で慣れてないから緊張してるかって、どうやって分かるんですかとは思いました、2番さんに対して。はい。1番のプレイヤーが発言します。あ、はい。あ、8番さんが例の、ということで、9番さんが7番さんに白出しで、5番さんが4番さんに白出しだよね。してるということで、まあ、二人外が出てるわけですよね。すでに。ってことなので、どっちかのローラーからなんじゃないですか、多分。8、9、7、5に、まあ、もちろん二人類いるってことですよね。で、6か。6もか。6はあれだもんね。霊能だもんね。6、8が対抗で、9、5が対抗か。で、だから1、2、3、4、7に一人狼なんだけど、まあ、2番さんが結構多く叩いてたのもあるから、印象で言ったら2番さんが逆に悪いみたいな感じかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。まあ今日は、まあ霊能からいきますけど、僕は叩かれたんでね、8番さんからいこうかなと思ったんですけど、はい、今のところはね、まあ、発言は聞いてから決めます、サイト。まあ1番さんに関しては、まあ1周目で僕に叩かれたから叩き返してきたのかなっていう印象しかないですね。はい、ただ、グレイチで気になるのは、僕は3番さんと、片白だけど4番さんかな。3番さんっていうのは、まあ2はなんか、いいことは言ってるけど、1、あ、これ誰か言ってた、これ6番さん言ってたんっけ。っていうところで僕は1を印象が悪いって言ったのは2番の印象悪いっていう話で、4番さんっていうのは、2は1を叩き3は1をかばいっていう状態で、なんか2、3をなんかまとめてるところ、あ、これ2、3まとめてるのは7番さんも確か、2と3は多分まあまあ言ってることは別なことは言ってるってのは分かってると思うけど、4番さんに関しては多分2と3を一括りにして捉えてるなっていう印象だったんで、っていう感じですかね。はい。まあ、占いに関しては、よく分かりません。今のところはね。まあ、2日目でいいかなと思いますね。はい。で、僕が1、2に対しては、まあ、印象だって、なんか防衛感かなっていう。ところと、まあ、緊張っていうところは直結はしないけど、なんか1番さん自身で2周目伸ばせなかったなっていう話、まあ、厚掛け程度っていうところで考えてもらえます。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。22番目になったので自分は霊能釣り切りでいきたいかなと現状は思っています。68どっちが真偽っていうのはもう自分釣り切りなんで考えはするけど、この場ではちょっと言わなくていいかなと思ってます。占い精査で5、9で言ったら、俺9の方がちょっと違和感を覚えていますね。9番さんって8に対して、現状6の占い、いやね、霊媒が1画してるにもかかわらず6が変って言って精査入れてるのがわからないみたいな発言をしていたけれども、8の番って、9番さんね、まだ8が結局霊能すらしてるわけだけれども、9番の位置で霊能って出てきて、霊能2仕様になる盤面も考えられるからね。その盤面だったらね。だから、6が変って言ってるのは変って言ってる方がおかしいかなと思っています。はい、で、あとね、ちょっとこれは弁論なわけじゃないんだけど、昨日2の印象が悪いよって俺言ったのは、1に対して、俺2が1にそんなに叩いてるって印象は受けなかったんだけど、1がその緊張してるのかな、どうなのかなって言いつつも、1番さんの変なところを上げずに2の印象が悪いってあんまり言っていたから、どういうことなんだろうと思って2の印象が悪いって言いたかった。ちょっと言葉足らずで申し訳ないかなと思っています。で、2周目の1番さんもちょっと違和感かな。2がすごい自分叩いてきたみたいなこと言っていたけど、2番さんって1そんなにびっくりするほど叩いてないでしょ。4番さんも言ってたけど、2さんって1に優しいよねみたいな発言だったと思ってるから。そこで叩かれたって感じるんだ、へえと思っています。グレーだと1番さんが気になっている。占い精査で言ったら9の方がちょっと若干偽物かなと思っている。6、8は釣り切りでいきたいかなと思っています。以上です。4番。のプレイヤーが発言します。
はい、お願いします。まあ6番と8番の霊能に関してはちょっとわかんないけど、まあ8番さんがそのまあなんで占いで最初出たのかとか、そういうちょっと理由が気になるかなって思ってるんで、それ聞いてどっちに今日入れるか決めたいと思ってます。9番と5番の占いに関しては、あの自分3番さんが言ったこと、あのなんか便乗みたいに思われるかもしれない、知れないけど結構自分も思ってて、9番さん視点、そのなんかスライドとかそういうのは追わないのかなって思ったから、ちょっと現状9番さんの方が偽物なんかなって思ってて、9番ってどこ城出してたんだっけな、もっともっと9番じゃないわ、8番そこの、あ、5番のプレイヤーが発言します。6番さん霊能で、8番さんが占いで出て霊能すらで、9番さんが占い把握です。あ、8番さんが最初占いで 3城って言ってたかな、で9番さんが7城って言ってたかななんですけど、8番さんが霊能で9、後から霊能すらした意味が分からなかった。いや、普通に、単純にね。なんか、強人なのかな、強か老か、どっちかなって感じですね。6発つる場面ですよね、ここ、今。6発だったら8の怪しい気もするけど、まあ、話聞いて決めようかなって感じですかね。3番さんは結構ムラリある発言してた方だと思ってます。はい、6番さん回します。6番のプレイヤーが発言します。はい、回されました。そうですね、まあ8番さんは割と強靭で見てるっすかね、現状。まあ3周になって逃げたっていう安直な考えでね。で、まあ3番ってまあムラなんかなって思ってますかね。まず、8番が3番に白を囲い、9番、まあ、9番、もし9、3狼とかやったらね、なんか、9番恨まないで出るメリットないなぁと思い、あと3番さんの、あ、でも3番さんのなんか9番さんへの殴りがちょっとよくわからんかったっすけど、9は西4に、霊能に西4になるのも考えられるっておっしゃってましたけど、なんか普通に素直に、9番が新占いやった場合って、よし、占い3しようか。よっしゃ、みたいな感じになるんじゃねって思ってるっすけど、まあ、9番さんの発言で、なんか8番の偽要素みたいなの上げてたんで、僕、それする人あんまり真に見えないんですよ。ごめんなさいね。9が真やったら申し訳ないんですけど。そうやな。いや、どうやろう。僕に番さんっておかしなことを言ってる風に見えなかったんですよね。一は言ってることは、まあ、村が人外っていうのは2周目で、一の印象をつけるんやったら、まあ緊張感もあったし、まあ印象はまあ悪いかなっていう触れ方をしたと思ってるんで、まあ2周目についても特にそんな、難しいな。なんか4番さんの意見が、いや、いや分からんぞ。ごめんなさい、あんま役立たないんですけど、まあとりあえず8を釣ってくれって感じですね。まあ多分白落ちるんじゃないかなと思ってます。で、占いはクロスしてほしいですね。ぐらいかな、僕の言えることって。はい、以上でございます。7番のプレイヤーが発言します。まあそうですね、占いクロスしてほしいですね。6発だったらどっちでもいいですけど、てか3、4、2番を覚えてて9の発言っていうのは9新占いに立った視点を3、4を拾っていないと思っている。そう、9目線だったらスライドを追うって視点をなぜ持つ必要があるのかって話です。9が新占いだったらただの3使用状況で、8に対する意見というのは普通にマット意見です。8は3を怪しい、それはいいとして、6が怪しいって視点をスライドする前で述べているんだよ。だから9視点で8が占い事象をしているんだから、9視点で8の6叩きは圧倒的におかしいから、その指摘が3、4から出て、9に対する叩きが出るのが違和感でしかないんですよね。俺は5が偽だと思って普通に5、4囲ってんじゃないかって思って、5が3を村っぽいって言ってる視点が5、3に見えず、じゃあ3はミスリードしてる村なんかって思って、それで同意見で言ってる4番さんの視点が全く意味不明だから、俺は5、4かなとは現状思ってるかな。1にはまあ2番さんにしてもあんまり白っぽくはなっていないから怪しい視点はあるけど、3、4精査した場合だったら4の方が明らかにおかしく
古賀さんに触れた構図が交差っぽく見えない点から5、4が一番濃厚に見えています。6、8精査はどうでもいいし、5視点でも6、8はどうでもいいはずだし、9、浪起点ないし、9、狂起点の狼位置を探さなきゃいかんからね。だから5のシーンはほぼ追ってないっす、俺は。そんな感じです。まあ、クロスが一番だと思ってます。俺は4番さんめちゃ怪しいと思ってしまったんでね。そんな感じです。8番のプレイヤーが発言します。そもそも5番さんが7番から偽って言われてるから自分が出たんですよ、占いで1回。偽って言われると絶対対抗って出やすくなっちゃうから、だから自分は5番のケアのために占いで1回出てんのにもかかわらずそれを偽で終われんの。あとね、5番の発言後に4人いて、霊能で6番が出たでしょ？ 6 番の狼って全然あるからね。5番があんな感じだから、多分対抗出にくいだろうっていう感じで自分見てたけど、7番が偽だって断言しちゃってたから、5番の一角占いにしたくて自分は、占いに1回出たって感じでしたね。だから自分6番を狼で追ってたから、6-2ってあるのかなって思ってるから、6-2で開けてたんだけど。わからんね。ちなみに自分が3白打って9が出るって、3級ローはないなって思うかなっていうぐらいな感じですね。まあ5-3とかはわかんないけど。まあ今日は6番言ってください。自分の発言はそういう意図で言ってるんで、6番の色結果を見させてくださいね。はい、回します。9番のプレイヤーが発言します。はい、ちょっとまあ霊能の精査は一回置いときます。最後に言います。グレー精査からいきますね。まあ3、4が自分に対して平等を撒いてきたんですけど、殴りがめっちゃ不当なんですよ。3番ってまず1周目で、役は1周目から出た方がいいんじゃないですかって言ってるんですよね。なのに自分がラスポジで一角している霊能が出てる状況下で8番が6偽って言ったのはおかしいんじゃないかと思ったんですよね。まあ8番自身が霊能だったら言えることだなとは若干はわかるけど、その殴りはかなり、まあ7番さん言ってくれたんで、まあ、よかったなと思ってます。それに便乗して4番さんもねかなり怪しいと思ってるんで、まあ、あと占いに狼出てくることがねかなり多いと思ってるので、5番さん狼の6、8が神教だと思ってますので、まあ、どっちにしろ霊能は釣り切った方がいいと思ってますが、まあ、5、4、狼、8番さんがね、強靭で、まあ、3勝でスラしたっていうのは分かるんですけど、もし、3勝なってなかった時に、やばいんですよね。3仕様になってなかった時に8番って6叩いてるからスラもできずにってなるかなと思ったんですけど、ただでも6の精査がすごい良かったんですよね、自分視点は。まあどっちでもいいけど、まあどうせ釣り切るんでね、じゃあ8からいこうかなと思ってます。俺そんな精査してないねんけど、どんな根拠がある？俺そんな精査したっけ？マジ？俺精査した記憶がないねんけど。2は普通、1は分からん、3が気運の殴りは不当、4が分からんやろ。で7番には触れず。おお、いいね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。自分に入れてんのが69125。マジ意味わかんないんだけど。自分、占い、神教の可能性も全然あると思ってて、5番が神で、9番が、自分が霊能すら、あれ、霊能すらする前に9番狂人が5番が、狼だと思って8番を叩きに来る構図。
っていうのが見えるかなとか思って、やっぱ6番の色結果って大切だったと思うんだよね。わからんすね。まあ、五郎球審とかも世界戦もあるから、まあわからんす。単体で白いのは7ですね。7が5に殴る構図で、わざわざ7が狼で5に殴るっていう必要はないから、7が5に殴る必要ないから、7は単体で白いと思います。6狼だったら2が繋がるかなとは思いますけどね。初週の印象上げで2を、なんか印象いいって言ってる視点がもう6にもあるかなとは思います。占い進路だったらちょっと自分はわかんないですね。9が狼の時は3はないっていうぐらいです。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。俺は夜の闇などを恐れたことがない。闇は俺に真実を見つける目を与えてくれる。知らんな。うわ、マジ！マジかよ！うそやん！マジ！夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。真摯すべきものではない。3番、4番のプレイヤーが発言します。5番さんが、2番さん白で、9番さんが自分しろ。いやー、5番さん、7番さん、占ってほしかったんすけどね。で、8番さん黒。8番さん黒。まあ、確かに、まあ、ちょっとあんまり、どっちか分かんなかったっすけど、確かに8番さん、スラッと化して、なんだろう、人狼でそんな身軽に置くかなっていうの、っていうところで浸透に来た可能性もあるとは思うんすけど、まあけど、これは例の釣り切りっすよね、とりあえずは。5番さんが、2番さん占った理由はちょっと気になるかなって思ってます。とりあえず今日は6番さん釣ります。はい。その次の日占い決め打ちですかね。はい。5番のプレイヤーが発言します。そうなんですよね。7番さん占うか悩んだんですよ、正直。7、1、2で悩んで、まあ1番まあほぼ白でいいんかなって思ったけど、まだ発言聞いてないんでわかんないんですけど、8が黒、4、まあ4番さん角白で、7番さんか2番さんで悩んで、2番さんは結構ね、まあ何人かの人、怪しいって言ってたんで、まあ、個人的に。27で悩んで2番さん裏だったんですけど、2番さん白って出たし、そうですね。そっか。とりあえず今日は6釣りでいいのかな。自分目線はもう9が、ローか強か、どっちかとしか見てないんですけど。7球もありえるんか、どうなんだろう。6番のプレイヤーが発言します。まあ割と7番さんって狼いいかなって思ってるっすけどね、投票見て割と割れてるじゃないですか。これ圧倒的に片方が偽やった場合とかっていうのは普通にライン切りとかもありえると思ってるんですけど、こんだけ割れてるって割と狼って7番なんかなって思っちゃいますけどね。5番さんは7番さんを圧倒的に占うべきやったっすよ。で、あと7番さん自身が、僕って、7番さんが3、4の9に対する精査が違和感でしかなかったって7番さんおっしゃってたじゃないですか。で、僕って、
多分一番早くその精査を落としてるんですよね。で、僕に投票が7番さんの投票が来るのが、なんか、悲しかったっす。違和感っていうか悲しかったっす。まあ、これはいいか。どうなんやろうな。ただまあ、1番2番が白いとも言えず、9号精査したときに、なんか9の方が、新っぽいかなって。9がもし今日、ちなみに8クローズしてるんで、まあ、新郎新郎とか追わん限りは、まあ、占い心境なんですけど、9番って、7に白打つんかなって強靭で。しかも3、4目ですからね。って考えたら7白なんかなとかも思ったりするんですけど、どうですか7番さん。まあちなみにまあ、黒連れてるし僕ずり全然飲むっすけど。まあいやでも誤信か。いや、わからんっさ。あんま役に立てんで申し訳ないですね。まあ2周目発言聞いて僕を殺すねって殺すで、まあ全然いいんで、遺言でしっかり。まあ僕が心霊のなんでね。まあ、頑張って精査を落としますと言っておきますね。はい。7番、プレイヤーが発言します。6釣りますけど、普通に。6新市長するんだったら、8が黒で7が黒ですか。7黒結果っていうか、7、8ローローであって、その場合って5、9新強、9が強靭ってことになりますよ。3、4目で9が強靭で7を、奇跡的に囲い、8がスライドですか。まあ別にいいですけどね。6新市長だったら8黒なんでしょ。普通に5はなぜ俺を占わないのか違和感ですけどね。1が白いなんて、1の発言っていうのは普通に聞いてるはずですよ、5番さんは。それでなぜに占うんでしょうか。違和感でしかないですけど。あと、6進出をするんだったら、5、9が新居。その場合って、俺老熟起点で追ってもいいけど、9が強靭だった場合っていうのは、4黒結果というのが静着でしかないし。心境の場合でそんなことをするんかなっていうのは違和感ですか。別に6つって5視点って、6、8が心境を糧に置いたら7、1に絞れますけど、なんでクロスしないんですかね。まあいいですけど、俺視点ってのは6をつって5の占いが1と7に飛ぶから、自視点ってのは5の心理がはっきりしますね。こんな感じですけど、うん。現状5からあんまり芯を感じてないから発言で芯勝ち取ってほしいですね。1,2,7 で悩むんだったら5は結局7占いでしかないんですけど、俺はそう言ったしね。まあいいっすけど、こんな感じかな。4が確定白になってて3紙が発生して3、4が切れて、あーローがないから5がロー起点だったら自身1,2に絞れます。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。よろしくお願いします。2日目ですね。まあ、今日は6番さん安定で行かせてもらうんですけど、6進の場合、5強靭だと思っていて、その時のね、8の相方なんですよね。1、2どっちかって言われたらすごい難しいんですよね。色落ちしてないんで。まあ、ただね、昨日、1、2とも8に行ってるんですよ。なんで、6神世界の8オオカミで1、2に相方がいるって結構考えづらいんですよね。なんで、6強の可能性もあるし、6オオカミの可能性っていうのは薄いかもしれないです。いきなり1周目でね、あと霊能ですって出てきて、霊能されるオオカミっていないと思うんで。だから6強靭8神に見えてて、この現状ね、やっぱ5オオカミと思うんですけど、いや自分ね、3、4、絶対限界だろうと思ったら、白白だったんでね、1、2、どっちか、また精査かけなきゃいけないんですけど、とりあえず6つったら、もう分かりますよ、1、2のどっちかオオカミっていうのは。なんで今日は必ず6行きます。はい。っていう感じですね。いやはい、以上です。6行きます。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。8番さんが釣られて、6番さんから黒出しされてるってことね。まあ、9番さんの方が僕はどちらかといえば、5番さんと比べたときに白いかなと思って
して、うん、まあ、なぜかって言ったら、まあ、5番さん、その最初クロス占いとかっていう話がこう全体で出てた中で、7番さん占わずに2番さん占ったっていうのがちょっと怪しいと思ってるからですね。とりあえず僕は今日は6番さん入れますけど、まあ、それからですかね、2か7、まあ、7番さんは9番さんに白はされてるからないかもしれないんですけど、って言ったら2番さんになるのかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番ですね。まあ、今日安定でごめんなさい、6番さんには行きます。9番さんで8の相方が1か2って言ってたけど、2と8って多分初週からパチパチだったからね。8って2-6で追ってて、1、2ともに投票8だからね。まあ、1は分からんけど。2、8ってないと村目線で見えると思うけどな。ただ、まあ、キューバさんの発、ね、変だなと思ったのは発言でそこね。で、あと5番さんに関しては2番占いっていうのは本当にわからん、わけわかんない。5が2を占う理由って、なんか全然納得できなかったな。だって5番って、何 ?2 を怪しむんであれば、その2を評価して6に投票しないとおかしいなと思うんだけど。で、5、8言っていて、2がおかしいって言って2が占ってるでしょ？おかしくないと思うけどな。占いの真偽はちょっとわからんけど、今のところ5番さんの方が俺は偽名かなと思っているんで、だから、1黒になるかなと思ってますけどね。まあ、占い新居で見たときにね。全プレイ。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。遺言を発表してください。まあ、マジで難しいんですけどね。両占い師が8に入れてて、まあ1番2番も8に入れてると。新郎新郎もう追えないんですよね。っていう視点だけで、まあ投票だけでね、ちょっとポカポカ大統領さん、あ、神でしたか、あなた。大統領じゃなかったわ。ちょっと怪しい視点を持ったんですけど、まあ、5強の方がしっくりくるかなって思ったんですけどね。騎士って出てないじゃないですか。で、まあ、基本強人ってクロスなので黒打つじゃないですか。だから騎士出てないから黒打てず、で、5番って単純になんとなくの精査で2番が怪しいと思って2番にしろって打ったんかなっていう構図っすけど、ちょっと構図とか言ってみた。かっこよく。どうですか？どうでもいいな、こんなん。で、2番さんの発言で、まあ、何やったっけな。2番さんが7番を疑わん視線があんまり村っぽくないなと思ったっすね。僕真っ先に投票だけで7番にして向いたんですよ。投票だけでね。で、2番さんって、まあ僕が2番さんを評価したからこそかもしれんすけど、2番さんって僕の評価をしてたわけじゃないですか。だからこそ2番っていうのは6番に釣りを入れづらく、で、まあちなみに、1番も2番も、1番さんもですよ。1番さんも8投票してるんで、2番さんの視点1番に、じゃあ1番かなってなるのが、まあ率直におかしいかなって思ったからこそ、まあ5強の、まあ28ローかなって。で、8番さんも26がおかしいって言って、まあ割と相方殴りやすいじゃないですか。相方に殴ってんのかなって思ったっていう構図です。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ああ、どうやろうなぁ。いや、マジでわからんねんけど、これ。
やでもロビンちゃん臭いけどな。どうや夜が明けました。どうだ。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番5番のプレイヤーが発言します。私からか。7番さん白でした。わかる。そうなると、そう、おせ刺さってたか。俺どうなるんだ。急進なら肉やんな。いやでもこれ急進かな。噛まれると思ってたんだけどな。急進じゃないこれ多分。多分急進じゃない。そうなるとどうなるんだ。2が9番に黒、2黒。28のラインってなかったと思うんだよね。普通に。8がもし本当に黒なら。6が心霊能で見て、8がローの場合って、8、2のラインってないから、2、いや、2だって私白出してるしなーって感じなんだけど。いや、これ2くらいな、多分。7番のプレイヤー。先生、頑張れ。発言します。はい、ランは2、9ですね。まあ、どっちか入れますね。5視点であれば、6、8の進路を追った場合っていうのは、5視点であれば、普通に9が狼での6、8の進路、進路はないし、1が狼がほぼ確定ですけど、現状、俺が確定白になってて、2がパンダ結果、5視点っていうのは2が白結果なんだよね。9視点だったら2が狼起点だから、合巨人視点で9が進出をするんであれば、6、8進路でも2が黒結果。ないし2号ローロー6、8新居、まあ、ランは普通に2、9ですわ。まあどっちか入れますぐらいですね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。んはい、ニクロです。ニクロです、お願いします。まあ2級になったら2級なんでいいっすよ。必ず2行ってくださいね。あとこの騎士が出てない状況下で黒を打てている自分を、はい、2番さんで破綻してないのでその辺拾ってください。本戦は5-2狼で6-8が強靭だと思ってます。新強ね、まあ、8進6強になるんですけど、その場合っていうのはなんでかっていうと、6進8ローだった場合っていうのは自分目線で、各陣外の5番さんで、あと1人どっちかに、まあ、今2番さん確定したんですけど、2番さんも8いってるんですよ。8-2は確かに見えなかったって昨日自分伝えたんですけどね、2番さんからそこおかしいだろって言われたんですけど、自分8-2には見えなかったって言ったんですけどね、だから6が強靭だと思って、まあ、6は釣りますよって言ったんですけど、まあ、結局2番さん黒ね、はい、なんで2番さん行ってください。5-2オカミ6-8新居。まだ特に言うことあるかな。ないっすかね。言うことないっすかね。はい。まあちょっとね、自分の新要素じゃないけど、自分強靭とかで出ないっすよ。3CO で。しかも8がすらして。で、自分強靭で置いたら8ローでしょ。自分霊能なんか行こうとか行かないっすよ。霊能決めようとって言いますよ、強靭だったら。1番。のプレイヤーが発言します。はい、5番さんが7番、あ、違う、2番、7番さん占ったね。5番さんが7番さん占って白ってことで、7番さん隠しろということで、ね、理解していいのかな。1番って2行くしかないよな。で、そうだね。9番さんから2番さんが黒出しされてるっていうことだから、僕は最初からっていうか、昨日から9番さん白目に考えてたので、最初の理由もあって、なので、まあ、6、8に新と強がいて、分からんな、まあ、5、2が狼なのかなって思ってます。騎士さんが出てくれてないっていうことを考えると祀られたのか7番さんなのか、まあね、この発言で分かったかもしれないですけど、僕はただのスメラってことで、まあ今日は噛まれるかもしれないけど、まあ2番さんと5番さんで終わりなんじゃないですかね、多分。9番さん信じたら。2番のプレイヤーが発言します。はい、騎士です。なんで9番さん偽ですね。いやー、9進だと思ってたんだけどな。
まあ、9が。いや、遅い。おかしい。乗っ取りや。今日だった場合は絶対乗っ取りや。今日だった場合は18ロー。確実に乗っ取りや。うん。になるのかな ?9 ロー、9、8ロー。まあ、6を何で見るか、ちょっとわかりませんが。まあ、僕視点確実に9番さん陣外になったんで、はい。はい。今日は9釣りしか飲めません、私はね。はい。まあ、これで3とか4のなんか乗っ取りとか言われるかもしれないけど、この盤面で僕が出てくる、狼としてね、出てくる、騎士で出てくるんだったら相当メリットはないと思うんで、うん。5番さんごめんなさい。5番さん真でしたね。はい。ただ、狂人が、ああ、狂人残ってるわけないのか。6、8、神教であれば連れ切られてるし、そうした場合には9、8、ローで終わり、6、8が神ローた場合は5、9が神教になるから、狂人はいないから。これは、はい、ロビンちゃんやろ。うん、今日、9釣ってくれれば、ワンチャン終わると思いますけどね。どうやろう、俺当たったから。はい、もう終わんなかったら1行くだけです。そんなとこですかね。いやそんなにおかしかったかな、俺って。はい。今日は9番さん行ってくださいね。いや、ロビンちゃんさんやと思うけど、どうだ?間違ったら負けやぞ。9が俺をご主人やと思って、2クロ打てっていう布石、いやでも、それは怖いか、さすがに。だって俺って限りなく真になるもんな。どうだ?マジ?なんで一番は5に行ってるん?なんで?なんで?一白やな、これは。これは一白。1が 5?1 強?いや、1強だった場合、9、8の進路進路か。7番さんお願いします。9番さんに行ってくださいね、9番さんに。そう、難しいな。1番さんが村でやってんだとしたら2級に行ってほしいな。あ、でも級のことを死んで置いてんだもんね。だとしたら1番さんで俺に入れなきゃいけないですけど。一応言っとくと、初日は7番さん守りでね、2日目俺9番さん守っちゃったんだよね。そっから黒出されてるからちょっと難しいなと思ってますけど、覆すのは。1番さんって未だに色見えないけど、9番のプレイヤーが発言します。はい、必ず2釣ってくださいね。2の騎士乗っ取りですよ、あのタイミングでの CO。わかります?普通2クロ出すときに、あの、騎士 CO するじゃないですか。あの、一番最後にみんなのこう、一番さんが騎士ないっていうのを見計らっての騎士 CO なんですよ。もう苦し紛れの。一番さんなんで5に入れたんですか ?5 に入れるんだったら2に入れてくださいよ。2、5なんで。まあ、2、5釣り切ったら勝ちなんで、はい、お願いしますね。あとね、なんて言うんだろうね。あと2番さんの守り位置。守り位置おかしくないですか?初日7からおかしいって言われて7守ってて、9守り、9噛まれると思ったんですかね。絶対隠しろの4とか噛んでくるだろうなと思ったんですけど。まあまあ、すごい守り位置だなと思わないですか?はい。だから2番さん行ってくださいね。1番さん、2番さんね、しっかりしてね。まあ、ほぼ2でいいと思ってるけど、どうでしょうか。どうでしょうか。どうや?終わるよな?終われよ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 ー。うーわ、マジか!してください。うせやん。はい、終わりません。ということで、
2628のラインはありませんでしたという感じですね。はい。まあ、これ1か7に、まあ、進路進路でね、1か7にね、強人がいた場合には、負けです。駒さんごめん。他の村の皆さんもごめんなさい。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。マジか。ラビンちゃん黒いと思ってしまった。え、でも5強やと思うねんけど。1かな？いや、違うんか。9偽確定やもんな。9ロー、もしくは強。9ロー強、どっちかやろ。9偽やろ、とりあえず。9の偽が確定。9の偽が確定し。7強とかかな、これ。昨夜は7が見ないんや。79番のプレイヤーが9黒。はい、やっぱり2号狼でしたね。おばさん言って終わりです。98か。1番さん分かりますよね。ちょっとね、考察できる7番さん噛まれてるんであれなんですけど、1番さんに説明するとね、5番さん1白って打ってるんですけど、5番さん目線で、ね、9狼になってるんですよね、それだと。駒さんやっちゃいましたね、それ。まあ、1の評回収するしかなかったんですかね、1白打って。マジか。9狼だって言って。ってことは、霊能が進路ですか？霊能進路はないでしょ。絶対強人でしょ。狼の出方じゃないですもん、6も8も。だから6はもう強人。もう2、5、狼、6、強人、8、神じゃないですか。はい。まあ、それだけ伝えておきます。1番さん、しっかり、5番さん言ってくださいね。あとは、まあ、5番さんの、なんて言うんだろうね。5番さんワンチャン強人あるかなと思ったんですよね。すごいなんか、怪しいところに白、白、白、白って言ってるんで、強人かなともワンチャン思ったんですけど。まあ、負けたな、これは。やっぱ2号狼で2日目になって囲いに来てましたね。はい、という感じです。じゃあ千葉さん5番さん釣っておりましょう。1番さあ頑張るスライムフェス無理かな。あ、はい、まあ5番さんだと思うんですけど、ここで9に黒とかっていう風に言わないで、まあどっちも同じか。正直いや、これはちょっと、小判さんに入れます。ちょっと違ったら、すいませんって感じです。5番のプレイヤーが発言します。これ9占った方が良かったのか、普通に。どっち占った方がいいか分からんかったんだけど、もう、最初から新芽取れてなかったし、いや、村の皆さん、本当申し訳ない。マジで申し訳ないと思ってます。もう、もうちょっと練習して、で、直した方がいいの。いや、1番さん、そうだよね。私のこと怪しいと思ってさっき入れてんだもんね。いや、でも9番ローなんで、もう9投票しない限り、もう負けですよ。いや、本当に。いや、本当に申し訳ない。もうちょっと、村の皆さん、本当に申し訳ない。もうそれしか言いようがないです。今日9つらないと。負けですよ、一番さん。でも、それしか言いようがないな。でも、もう無理だろうな。すいません。いや、俺、キューつるぞ。俺やったらキューつるぞ、これは。よーし、キューつろ。よし、キューつろ。マジか。いや、でも、新ロール追えんかったわ。どこ強人やろ ?7 かな。なんか、割とポカポカさん、微妙かったけど。ロビンちゃんはもうどうすることもできんかったよな。だよね、だよね。負けるんですわ。負けるんです。投票が終了しました。負けでーす。残念、無念。5番終了。人狼陣営の勝利です。いや、絶対9狼だと思って、最初に噛まれてめっちゃ悲しかった。
いや、サンバさんはもう本当に残しとけなかったんで、すぐ噛みましたね。ねえ、おかしなこと言ってないはずなのになんでそんなに言われるんだろうと思ってたらびっくりした。そうっすよね。ごめんなさい。9番さん、よう8番行ったっすね。僕、それで全然追えなかったんすよ。あれがナイスだよね。あれがでも、結果的にナイスでね。進路、進路追えないもんね。6番目線。そうっすね。全く見えんかったっすね。そう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 。あと、まあ、確かに6釣ってもよかった。まあ、ワンチャン釣れるかなと思ったんですけど、結局ね、8釣られても、なんか自分の白照明ができそうだったんですよね。6決め打ちでもいいかなと思って。